カール・リープ・クネヒトは帝国時代から共和国時代初期にかけてのドイツの政治家で共産主義者、ドイツ社会民主党創始者、ビルヘルム・リープ・クネヒトの子、フリードリヒルートビヒ・バイディヒトは親族関係にあった。ライプツィヒで生まれ、1890年から1893年にかけて、ライプツィヒ大学、ベルリン大学で法学や経済学を学び、弁護士となった。 社会民主党最最翼に属し、1906年11月28日にマンハイムで行った講演、軍国主義と反軍国主義を1907年に出版して投獄された。出国後1908年にプロイセンの会員議員、ついで1912年に帝国議会議員となる。第一次世界大戦が勃発した九百十四年、社会民主党の主流に反して、 ただ一人で軍事交際に反対する。社会民主党を脱党して1916年からローザルクセンブルクと共にスパルタクス団を組織し革命運動を指導した。同じ年、ベルリンのポツダム広場における反戦デモの先導者として投獄されたが、1918年のドイツ革命勃発によって釈放された。ロシア革命で成功したボルシェビキの考え方に、 接近し、帰還し、ローテファーネなどにより宣伝活動を続けた。1918年11月9日、ベルリンがデモで揺れる中、自由社会主義共和国の樹立を宣言しようとしたが、シャイデマンなどの社会民主党の主流派がドイツ共和国を宣言し、先を越された。リープクネヒトは、シャイデマンの宣言の2時間後の同日午後、 ベルリン王宮のバルコニーからドイツ社会主義共和国を宣言した。しかし、支持者は少なかった。1918年の大晦日にドイツ共産党を創設。1919年1月のスパルタクス団放棄の際に反革命義勇軍メンバーらにベルリンで逮捕され、逃亡を企てたため射殺され、遺体は川に投げ捨てられた。 実際には、義勇軍リーダーのバルデマールパプストにより処刑されたことが明らかとなっている。ありがとうございます。